まして、原田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまず、事業を始めた動機から伺ってもいいですか。うん、はい、僕がオーストラリアにいて日本に帰ってきた。で、畑をしたい。まあ、なぜかというと日本の一次産業がやっぱ GDP ですね、国内総生産が下がってる。じゃあ自分が何かやったらということで、どうも農業だけやったら難しい。それは僕が料理人であるにもかかわらず、やっぱこう形にしたいなというところからやったんですけど、ここ芳賀町なんですけど、横に千種町というところがありまして、そこの養鶏がですね、平飼いっていう、まあ、あの自然に鳥が動き回ってる養鶏法なんですけど、それをやっとったったんですけど、まあ、その価値をね、卵1個100円なんです。100円ですよありがとうございます。そうそう、こういう感じでね、そう、100円なんですけど、高いってだけでなかなか知ってもらえない、うん、なあ、それはあかんと。やっぱりこう何かがいい悪いではなくて、一生懸命作っておられるそういう養鶏の、あの自然養鶏があったのにもかかわらず、それをどうやったら僕は表現できるかなというところで、まあ、いわゆる卵だけじゃなくて鶏ガラ、うん、でそしてまたもも肉、うん、全部使えるラーメンにしようということが一番最初ですね、うん、きっかけです。すぐラーメンって思いついたんですか。すぐラーメンって思いつきました。もう鶏ガラーメンって、鶏ガラーメン鶏ガラすいませんそこから、藤井代表と出会われたんですかね、はい、うん、でラーメン学校受講っていう形になったんですね。そうですね、まあ、そもそも僕が悩んでたのが、うん、ラーメンも作ったことない私がどうラーメンを作れるか、うん、和食料理でずっとやってきたんですけど、うん、その中でラーメン正直最初舐めてましたね、うん、ですよね、はい、うん、やっぱね、和食の延長線でできるだろうと思ってたんですね、うん、ですからこう麺も自家製麺ではなくて、いきなりやっぱ機械が高いから、うん、それを抑えるために知り合いから麺体を買って、うん、それを自分で手切りしようというバカな考えをしてるわけですよところがね、どうでしょう、やっぱこう大和さんの製麺機使い出したら、こういろんなことが表現できるなっていうことに気づくわけですね、うんうん、それで、ある知り合いから聞かせていただいて、うん、でもうすぐにやっぱり大和さんに訪問させていただいたっていうのが最初のきっかけです、うん、ありがとうございます、うん、大和のラーメン学校で受講していただいて、はい、正直な感想をお聞きしたいなと思ってます、はい、正直な感想、うん、もう価値しかないありがたいんですけど、はい、こう学校ってあのごめんなさい、講義があって、はい、うん、まあ、実技があってっていう形で分かれてると思うんですけど、うんうんうん、それぞれどうでしたか、講義を自分の思ってた、ね、全部に意味がありましたね、実技、講義、いわゆる座学っていうのも僕どんなことするのかなと思ってたんですけど、やっぱ座学を知った上で実技に入る、だからその連携が見事に、その後から振り返るとちょうどバランスも良かったんじゃないかなと思うんです、うん、時間的バランスも。いきなり実技に入ると、うん、そこでまた座学をごちゃごちゃするというよりも、座学は座学、実技は実技で置いているそのやり方がすごく僕にとっても分かりやすかったし、他に受けておられる生徒の方もやっぱりしっかり学ぶことは学んで、それを実践で生かすっていう意味ではすごく良かったんじゃないかなと思います。原田さん以外が多分ほとんど外国からの生徒さんだったと思うんですけど、うん、そうですね、うん、大丈夫でしたか。僕は幸い英語が喋れたから、まあ、ただやっぱ、ね、うん、なかなか日本人同士で、うん、まあ、僕は全然大丈夫だったんですけど、うん、日本人ならやっぱ日本人同士で話したりとか、うん、まあ、全国いろんなとこ来られると思うんで、うん、その地方の特性を生かしたラーメンっていうのもあると思うんで、うん、できたら日本人同士の方がいいのかなとは思いますね、うんうん、コースを分けた方が。そうですね、うん、外国人コースと日本人コース、まあ、うん、そもそもの根底にあるその料理に対する意識とかも全然違うから、うんうん、でやっぱこう授業を受けるときに日本語でだけで聞いていく方の方がたくさん知識も入れれるし、で、あんまりこう質問するときも気遣わずにできるかなとは思いましたね、うんうん、ありがとうございます、うん、受講された後、うん、効果ってありましたか。効果というか、うん、もう本当に今僕がラーメン作れてるのは、うん、もう大和製作所さんでのラーメン学校の経験なかったらできてないぐらいに
まずお客さんがもう、ま、学校行く前の味を食べてたお客さんが久々に来はって、うん、えもう言葉がでんくなるぐらい、うん、本当にね、ですごい喜んでもらえるでしょ、うん、だけどその僕のうちにあるのは、先ほどもちょっと紹介させてもらった山本さんで習ったその濃度計だったりとか、出汁を引く時、魚出汁を引く時の温度帯だったりとか、グラムとか、そういったものがベースにあるんで、しっかりとこう前みたいにこうふわふわこう大丈夫かなとかではなくて、もうきっちりもうこれでこれが僕のラーメンですと出せるようになった、まあ、いわゆるこう後押し、まあ、僕の背骨がビシャッとなったような感覚ですね、うん、ありがとうございます。そんなにお客さんの反応ってこう目に見えて変わりますか、うん、目に見えて変わりました。で特に、大人の方よりも子供の方、うん、子供さんの方が より伝わってんじゃないかなと思うんですよね、うん、なんかいわゆるもう何回も受けしてるんで確信に入ってるんですけど、親御さんが驚かれてるんですよ。でお子さん見たらバクバク食べてるわけですよラーメンを、替え玉とかも言ったり、ふんならあよく食べてるですね言うたら、いやいやこれもう初めてなんよって、うちの子ラーメン嫌いやから言うて言う方、そのシチュエーションを何回も受けしてる、まあ、それはひとえにやっぱこう味っていうところにこだわることも大切なんですけど、いわゆるもう大和さんも同じコンセプト、いわゆる天然素材を使うということ、うん、それを純粋にどう届けるかっていうところですよね、うん、あの僕もこう原材料は自然と書いてるんですけどね、うん、自然の意味っていうのは、うん、僕そう先ほどの授業を始めたきっかけで始めてから気づいたことなんですけど、うん、ラーメンをやるまでは良かったです、うん、ラーメンどんなラーメンってなるじゃないですか、うん、ああまあ鶏やな鶏ガラやな鶏パイタンも好きやなってなったんですけど、うん、そこで僕やりたかったことはこの田舎でしか芳賀町でしかできないラーメン、うん、それを考えたんですね。その考案っていうのがここのすぐそこにある東山っていう山水を汲みに行くこと、そしてこの播磨の地を生かした播磨の小麦、播磨の醤油、塩、うん、全部こう播磨さんにこだわっていって、で実際自分自身もそこで、まあ、いわゆるこういう養鶏に携わらせていただいたりとかするということで、新しい考え方の飲食店になればなと思ったんですね、まあ、いわゆるここまでドライブしてきて今日も 3,4 時間来てもらったんですけど、あ来てよかったなと、うん、途中のそのドライブコースの自然の力、川の水も見られたと思うんですけど、すごいんですよエネルギーが、うん、でこういうところでただ単にラーメン食べに来たんじゃなくて、そういう自然の空気吸ってもらったりとかできるのが田舎の良さじゃないかなと思って、うん、じゃあお客さんの商圏が少しずつ広がってきとるような感じ、ね、そうですね、もうやっぱこう、うん、特にその先申し上げたその大和さんの学校を受けた以降はもう自分ももうあ安定して先の濃度を測ったりとかしてるんで、うん、いつも同じクオリティをコンスタントにできると同時に、うん、やっぱ県外とかからねここ通られるんで、うん、来られた時とかえこんな田舎でってやっぱねなるっすよねもう限界集落もええところなんで、うん、そこでこういうラーメンがあるっていうのは、うん、僕はここの村の人の誇りになりたいし、うん、僕はやっぱここ未来の日本のためにあの作らせていただいてるんだなという認識ですね、うん、では今後の夢があれば教えてください、はい、まあ、今後の夢としましては、うん、まあ、引き続きですね、うん、まあ、こうやってラーメンというものをきっかけにですね、多くの人に食というものを知っていただきたい、うん、いわゆる僕は食育に携わっているんだと、うん、食っていうのはこれ日本の国力にも変わるわけなんですよ、うん、だからいわゆるその食が正されたら人の心や体も自然とね良くなってくるんで、引き続きこれをしつつ多くの人に感化、特にまあもう世代も関係なしなんですけど、これからのねやっぱラーメンをされたい方とか飲食店をこの田舎でやりたいという方が、あこれでいいんだと、こういう風にしていいんだという方向性、まあ、それを、まあ、いわゆる時代のパイオニアとしてあの続けていくことですね。そしてやっぱ今と変わらない気持ちで、まあ、これから未来に向かっていく、そしてまあ本当の夢は
総理大臣になることです。ありがとうございます。すいません。はい。これから大和麺学校だったり、はい、大和製作所に何かご要望というか、要望としましては、さっき申し上げた通り、こう外国人は外国人、うん、そして日本人は日本人でスクールを分けて、うんうん、もうちょっとこう例えばですね、僕の要望としては、あのパーソナライズ、まあ、個人的にもこうきちっとこう密着できるような時間、いわゆるこう今はこう全体にね抜本的になって質問ある人とか言うんですけど、全員が全員ね僕みたいにこう変なやつじゃないから、質問質問でねなかなかできないもんやし、だけどそういったものをねこう喋りにくい方もこう、あこの時間やったら使えるかなという、もうちょっとパーソナライズされてもいいのかなと思うと同時にですね、まあ、あの引き続き技術革新、そして僕はこうやって日本を良くしたいっていう気持ちでやってるんで、同じ日本人のねとして一緒に盛り上げていきたいですね、日本も。ありがとうございます。お願いします。